相談なんだけどさ、聞いてくれる？俺さ、今彼女と別れそうなんだよ、マジで。ありがとう。ごめんな、ほんと時間取って急に。本当マサシは頼もしいよな。2010年サッカーワールドカップの中澤とトゥーリオのセンターバックくらい頼もしいよな。あれ、入れられる気しないよな。全部跳ね返すし、しかもその真後ろには絶好調の川島がいるんだもん。頼もしいよ。それで、彼女なんだけどさ、今までもう向こうからだよ。向こうから毎日電話とかかけてきたのにさ、最近じゃあ俺から電話したいって言っても1週間に1回ぐらいしか電話してくれないんだよ。これやばいだろう、これ。いや、普通じゃねって。普通じゃないよ、全然。いや、話聞いてたけど、まさしは、まあ彼女と2週間に1回ぐらいの電話が、まあデフォだから、まあそう感じるかもしれないけど、経点が違うから。ラージヒルとノーマルヒル。俺らはね、まあ120メーター前後ぐらい飛ばないとまずいんだけど、まさしはもう100メーター超えたら大ジャンプじゃないか。経点が違うんだよ。最近あからさまに彼女冷たいし、もう振られるのも時間の問題の気がするんだよね。え？いや、一回振られてから自分磨き頑張れって、M1 の暫定ボックスの敗者コメントかよ。なんで一回負けた後に爪痕残そうとするんだよ。ダメだろ、その前に爪痕残さなきゃ。もう振られたらさ、もう復縁とか絶対無理だから、普通。一度手放したら戻ってこないんだよ。北方領土みたいに。でも、まあだよな。なんかこのままさ、我慢してずる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 付き合ってても、結末変わらないし、先延ばしにするだけだし、無駄な時間過ごすだけだよな。山本太郎の牛歩戦術みたいに。俺さ、毎回彼女はすぐできるんだけど、なんで長続きしないんだろう。モンゴル帝国と一緒なんだよな。すぐ自分のものにできるけど、すぐ別れちゃう。悲しいな。どう見てもサッカー興味のない年配のファミマの店員がサッカーのユニフォームを着させられて接客してるのを見た時と同じくらい悲しいな。あれ、無理やり服を着させられてる犬と何が違うんだよ。でもさ、こんなに急に冷たくなるってことは、彼女、他に男でもいるのかな？なんかちょっと電話して聞いてみようかな、今かけて。え？それはやっちゃダメ？×？丸じゃない？あ、×？あ、丸かと思ったけど丸じゃないの。東映大江戸線的な？あれ、山手線と違うんだよな、あれ。ぐるぐる回ってるように見えて、あれ、なんか違うんだよな。こういう感じなんだよな、あれ。回ってないんだよな。トラップだよね、あれ。いや、もうそんな怖い顔しないでよ、まさし。まあ、確かに、こんなんでさ、くよくよしてさ、なんかもう、ふにゃふにゃしてんの。男らしくないし、女々しいのは分かってるけどさ、ちょっと俺も悩んでんだよ。怖い顔しないでよ。2004年アジアカップヨルダン戦の PK 戦でスーパーセーブを連発した時の川口みたいに怖い顔してんじゃん。あれ絶対あの顔見てさ、ビビったヨルダンの選手がさ、キック変なところ飛ばしてんだよ。怖いよな、あの時の川口。いや、神がかってたけど。でも、ちょっとまさしと話して、ちょっと気が楽になったわ。一回彼女に今自分が思ってる気持ち話してみるよ。ありがとね、時間取らせちゃって。ごめんね。恋をするってのは素晴らしいな。この素晴らしさは例えらんないね。